禁断の惑星と SF 映画、まあ、かなり古い1956年ぐらいかな。SF 映画なんですけどもですね。まあ、見どころは、まあ、一つはこのロビーザロボットっていうですね。おもちゃ絵とかでもです、ね、よくいますよね、これ。古い SF 映画に出てくるやつなんですけど、まあ、こいつのですね、登場した SF 映画なんですよね。まあ、何がいいのかって言って、これはあの、ロビーザロボットの登場シーンなんですけども、博士にですね、 手に持ってているレーザーザで人間この頭の中にちょっとショートしてるんですね。えー、アニメーションで入ってるんですけども、頭の中でバリ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 とショートしてですね、撃てなくなっちゃう。フリーズしちゃうと。で、このままですね、人間を殺せっていう命令をしたままだと、回路が焼け切れてしまうので、博士は、じゃあもう取り消しというふうに言うんですけども、ロボット工学の三原則というですね、有名なものがあるんですけど、それが初めて入った SF 映画でもあるんですね。当時のハリウッド、1950年代のあの、ハリウッドの SF 映画っていうのは、 あんまりこういう科学性とか SF 性にこだわらない。SF 映画と言いながらも、まあ、ファンタジーの世界が多かったんですね。だから、平気でですね、人間を殺すロボットが出てきたりですね、まあ、あの、そういう人類を支配したからコンピューターとかいうの多かったんですけども、1950年代の半ばぐらいに、割とね、いい SF 映画が何本か出てきた時代があったんですけど、その一つなんですね、禁断の惑星ですね。このロビー・ザ・ロボットをデザインしたのはですね、アメリカ生まれのですね、あの、日本人のですね、あの、ロバート・木下という人なんですよね。多分あの お父さんがお母さんがアメリカに移民して、で、そこで生まれた人だと思うんですよ。あんまりね、ロバート・キノシタの詳しい、あの、情報僕も知らないんですけど、確かあの、第二次大戦中は日本人の収容所ですね。アメリカと日本が戦争した時に日本人が、日系人がみんな入れられたという収容所なんですけど、そこに放り込まれて、で、戦後帰ってきて10年ぐらい、 立ってからようやくハリウッドに復帰できたと思います。で、その復帰してからの作品なんですね。禁,禁断の惑星っていうのは。まあ、与えた影響は割と多いです。例えば、この出てくるですね、モンスターが井戸の怪物。つまり人間の潜在意識が具現化して、で、宇宙船のですね、あの、乗組員をです、ね、に襲いかかるというのなんですけど、この井戸の怪物が、えー、もともとはですね、探検に行った惑星の 何百万年も昔に滅びた宇宙人たちが残した装置なんだ。装置というか、まあ、ものなんですね。でそこから出てくるんですけども、この何百万年も前の宇宙人、滅びてしまった宇宙人の遺跡から、井戸の怪物っていう人間の潜在意識のですね、怪物が現れるっていうのは、後にですね、富野周期のですね、伝説巨人イデオンというアニメの中でですね、何百万年か何億年か前の滅びたですね、第六文明の宇宙人 人たちがイデという無限の力を残して、でそれが今生き残っている人たちに襲いかかるという話になって、まあトミ監督も認めてるですね。あのイデオンの元ネタは禁断の惑星ですというふうに言ってるんですけど、そういうですね影響を与えた。あとね未来少年コナンのですね、これ下がですね未来少年コナンに出てくるですね 3D レーダーなんですけれども、まあこれあの太陽島の回ですね。で上の方が禁断の惑星のワンカットです。 で、ちょっと分かりにくいんですけど、この人が覗き込んでるのが、ガラスの中にいくつもの球体が入って、その球体がそれぞれ違う方向に回ってるんですね。これ 3D レーダーなんですよ。これが、まあ、あの、世界の SF 映像史上初めて表示された 3D レーダーなんですけど、これ、やっぱり、 宮崎駿も見ててですね、このイメージでこう作ってるんですね。だから、アニメーションに与えた影響もものすごく大きいです。その他に言えばですね、宮崎駿以外で言えば、これはあの上が禁断の惑星です。で、えー、禁断の惑星で主人公たちが宇宙船に乗ってると、ちょうどその太陽の前をですね、惑星が隠して食、 日食みたいな食が起きるんですね。で、このカットは後にですね、SF 映画エイリアンでノストロモ号がですね、救難信号を聞いて行く時にですね、太陽の食が起きる、日食が起きるというシーンに引用されてますね。こういう風にですね、割とあの SF 映画にですね、名作、名場面として引用されることが多いっていう。 映画でもありますよね。あとね、あんまりあの、いいか悪いかで言ったらそんないいわけでもないんですけども、主演やってるですね、アダムス船長です。アダムス店長っていうのが、レスリー・ニールセンって役者さんなんですよ。で、このレスリー・ニールセン、1950年代から70年代ぐらいまではこういう真面目な役が多かったんですけども、80年代になってコメディの方に切り替えたんですね。プライングハイとかですね、これはあの裸のガンを持つ男なんですけども、そういう風なのに出るようになってから急にこう人気が出たというですね、あの まあ、あるあるなんですけども、実は日本でもですね、昔は、ウルトラマンとか仮面ライダーに出た役者さんって一生そのイメージで見られるじゃないですか。今はもう違うんですね。もう今は、いわゆる戦隊ンとか仮面ライダーっていうのはイケメン俳優の登竜門みたいになってるんですけども、日本でも1960年代、70年代ぐらいまでは、特撮番組に出ると、もう一生そのイメージで、 あの、他の役は来ないっていうのはよくあったんですね。あの、昔のアメリカのテレビシリーズのスーパーマンの役者さんもですね、それ以外の役は来なくて、アルコール中毒になっちゃったとかいろんなあったんですけどまあそういう時代の人ですね。だから、真面目な人でいい役者なんですけども、80年代に思い切ってコメディに切り替えてから、割とあの、人生成功した人でもありますね。まあその他ですね、えー、禁断の惑星は、まあ、メカニックの武骨さもですね、かっこいいですし、あとね、やっぱあの、数百万年前に滅びた異星人の文明の凄さとの表現、あとは